こんばんは。今日はにゃんこがおります。大丈夫？危ない危ない、ダメ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 、焦ってごめんごめん、ドンって言っちゃったごめん。けどおりほうでございます。こんにちは。七つ星ロンロアッシュミャミャミャ青キャゼビヨシパパアッシュホシピハブハブみやみやみやハートの風船ありがとう。スイニートットコーマロンロ赤のフリフリありがとう。ケンザブローさんの北ペン内田さんこんにちは。ルンルンシューティングスターありがとう。エンペラーペンギンこんにちは。ゴストレイルンルンシューティングスターありがとう。 KTこんにちは。とも、こんにちは。ケンザブローさん、パン、ありがとう。ふぅ、お疲れ様です。おりほうでございます。牛タンエレメンツ、こんにちは。レミナこんにちは、ったら、こんにちは。なんか、めちゃくちゃ眠気が取れへんくって。 V コントこんにちは。おっちゃんさんおりほだった。太田選手がね、なあ、しかもゆきんこありがとう。そう、安倍さんとお出かけしました。力小水なったっけ。ギリタンシオコドネクマ太郎もろこしつっち、こんにちは。こんにちはったらこんにちは。おどねばらありがとう。お化粧するか。なんかさ、眠、あの低気圧かなこれ。月広ばらありがとう。うん、やった、かわいいじゃんな、イエーイ。嬉しいじゃんな。なんか低気圧ありますか今日。え、だよね、頭痛いよね今日。まあまあやわ、めっちゃ低気圧で目つむりたいもん正直。あ、目つむったからってあれなんですけど、はあ、はあ、うんね、オリックスやっぱ消化試合になってから強いからな。髪伸びたかな、どうやろ、そうそう見える。うん、足が筋肉痛なの。うん、あ、イブね、イブ大事、いいですよね。うん、薬飲むか悩むけど、あんまり飲みたくないねんなこういう時。うん、レミナー、言うよね、モカポンペンギンこんにちは。そう、飲みすぎると効かなくなるって言うよね。でも飲まないと意味ないけどね、とはいえ。はあ、あれあれ、あれがいいんじゃないって。あれ、飲めんと飲むやつちゃう。どうもシューティングスターありがとう。お化粧しよう、お化粧してちょっと YouTube の練習しようという感じでございます。眠い？なんか私は偏頭痛でちょっと眠くなってる感じが。
こんにちは。うん、あ、合う合わないってあるんや。まさかね。おー、2位確定おめでとうございます。3位の CS 争いって今どうなってるんですか？全然終えてないねんけど。CS 争いどんな感じですか？うん、みやびさんこんにちは、しょうさんこんにちは、エイジさんこんにちは。ババエルナ、うまいこと言うて。栄光と挫折を何度も繰り返そうと。変わらない思いを強く込めた。みやびさん、ハートありがとう。大笹さん、こんにちは。現地いいな。仙台じゃあ。裏山ピピ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 ピフフって感じやな。エジさんフリフリありがとう。学園こんにちは。エジさん誰もありがとう。ふう。うん。あ、なんだっけ、翼さんだっけ。そうなんだ。もう今シーズンもあとちょっとやから。あ、トラは完全に終わりました。優勝お疲れ様。なんか昨日めっちゃ煽られとってんけど、昨日昨日めっちゃ煽られとった。今シーズンもあとちょっとかみたいな書いたら、まだ続きますけどねうちはみたいな煽られとった。まさにいいね遅かなと思ったのもはや。うん。もうオリックスでもいいからやめる。え、やめる決まったん？やんな。4年ぶりかなんか。ちゃう？まさかの充電ないらしい。大阪じゃないです。今日で決まるのではなかろうか。あ、そうなんだ。ほぼほぼ決まりね。ね、決まったのかと思ってたもん。マジック1か。今日はお友達のお家を陣取っております。貸し切っております。旅行中で。ほぼほぼ決まり。ああ、なるほど。なるほどね。確かにそれはなるほどやな。今日ほんで今日試合があんの読みよりは。なるほど。がっかり言うね。まあまあそうだな確かに。でもまあまあ最後まで応援できることを楽しんでくれ。疲れた？お疲れ様。熱心やね相変わらずね。楽しんでくれ最後まで応援できる今を。やっぱ寂しいよね。まだ今年なんかこの時期に野球終わることってまあなかったからさ。ああ言ってたよなその話な。確かにペナントが大事かな。まあでも人それぞれですよねその辺の考え方も。いやいや CS 出れるならそっからやでみたいな考え方の方もいらっしゃるだろうし。うん、ハブこんばんは。まあ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 それは言い過ぎたな。さすがにごめんごめん、それは言い過ぎたけどさ、なんかちょっと思い出されへんこの感じ。リュウのパチパチありがとう。でもなんか
昨日まさにツイートに流れてきてんけど、じゃあ煽ってない煽ってないやめてよ、煽ってないよ、全然煽ってないよ、全然煽ってないよ、もうやめてよ。はいはいはい、うん、そう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 、 MJ こんにちは喧嘩しないですよ全然。そう、マナティです、 MJ こんにちは、よいしょ、でも意外と投手陣じゃない気すんねんけど、どう？まあまあ山本投手はもちろんね大きいですけれども、ヒロこんにちは、意外と打撃かなって思ってんねんけどな、うん、そうだよね、頑張ってます、やっぱ若い選手もどんどん出てきて、チーズコヤッホー、うん、右肘、あ、ね、そうじゃん、そうだそうだね、無事を祈るしかできないですが心配ですね、そうだわ、草野球で勝ちました、いいね、楽しそうだね、楽しそうだわ、まーちゃんこんにちは、結果出てるしね、うん、確かに、うん、おー、ちょっと待って待って、はい、大丈夫です怪しいやろ、今の動きじいじょこんにちは、松村さんこんにちは、え、多分どうでもいい解説やねんけど、正直、いや、どうでもいい解説かな、さすがに今の怪しかったやろ、絶対今の動き今の動き怪しかったと思うねんけど、うんちゃんこんにちは、別にほんまにどうでもいい話やねんけど聞くほんまにどうでもいいねんけど、あの猫ちゃんをさ今まだ見てるのね、友達の家で、そうで最高におもろいボートレース好きの彼氏な、あーありえるね、それありえるな、確かに、なるほどな、はいはい、なるほどね、元こんにちはおもろい、そう、友達の家で今猫ちゃん見てて、昨日から、昨日の夜からな、松村さん星ありがとう、でだから今このでお友達はあの旅行に行ってるから、私しかこのお家におらへんのね、そう、マルチアイドル1965日、ありがとう、で猫ちゃんが猫ちゃんがどう言ったらいいかな、そうそうそう松村さん誰もありがとう、猫ちゃんが本人そう旅行行ってて、猫ちゃんがこの時間、今さっきピッタの時間やったらどうせ、あ、違うわ、ピッタの時間じゃないんや、45分とかかな、じゃあ、あ、その友達のお家にいるよ、ずっと貸し切ってんねんけど、じゃだからこんなぐうたらしてんの、逆に言うと、マネタイトル1965日ありがとう、でで、餌をなあげるとき、餌あげるためにさ、どう言ったらいいんかな、電動で多分時間が決まってて、その時間になったら餌が出てくる、言ってるイメージわかる、あと30、お、やばい、マジック36ありがとう、言ってる意味わかる、例えば6時ぴったりになったら、6時になったらそのどういう言い方したらいいの、
6時になったらもう、そう、自動餌やり機、それそれそれ、あ、それ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 、タイマーで、そうそう、自動の餌をあげれるやつがあんねんけど、そう、それのあの、ご飯の時間だよみたいな、ご飯の時間だよみたいなボイスが流れただけチャムチャム、こんばんは、元ハートありがとう。え、言ってる意味分かったよな、言ってる意味分かるやろ、ご飯の時間だよみたいな、今何時だよみたいな、うん、それと同時に物も食べへんけど、そう、何もなかったんですか。だから毎回そのご飯の時間になると、猫ちゃん、どう言ったらいいかな、猫ちゃんに今だよって知らせるためにそのボイスが流れるってこと。パブロフって何？うん、デコピンじゃないですよ。それはマナティは食べないですそれはマナティは食べないかも。よいしょ、こんな感じ、理解？うん、犬の有名な、へえ、そんなんあるんや、パワープロじゃなくてかっくん、こんばんは、パブロン、こんな感じで、はあ、ひだまる、こんばんは、うん、あ、そうなんだ、まんまでもそういうことやん、そうそう、合図なんだよね、だから今だよみたいな、今食べてねみたいな、おもろい怪しかったな、おもろい言った、こう、でもなんかめっちゃ懐かれててさ、そう、風邪薬じゃないんだ、パブロパブロフね、覚えとくわ、なんか猫、なんかめっちゃ懐かれてるらしくって、まだあのさ、何が懐いてるか何が懐いてないかって知らんやん、その猫の知識がないからね、うん、はい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 、アイズやだから、うわっていうね、なんか寝とってんやんか、で寝てる時にあの F からフォーこんにちは、え、猫には間違いなくまだ友達って思われてるな、正直、なんかなんていうんだっけ、あの猫がマナのお布団入ってくるって言ったから、お布団入っていいよって言っとってさ、ほんでで気づいたら足元に いたのね、猫がにゃで、足元にお布団の中入ってきてくれとっていてんけど、そう、ほんなら気づいたらマナの頭の横におってん、気づいたらマナの枕のお隣で寝とって、それをその飼い主にさ、隣で寝てたわって言って写真送ってんやんか、ほんならなんか普通は足元、その飼い主さんも普通は足元らしくて寝てる時、そうで、頭の横で寝てる方が懐いてんねんて、だから私は相当心を許されてるらしい、一方的に
MJ かわいい、ありがとう。何マタタビッシュって何、なんか嫌だじゃんそれ。マタタビッシュって何それ。そう、あとな、なんかマナの足の周りをねうろちょろうろちょろしとってんけど、それもかまってかまってみたいな合図らしくって、そうだから結構ね私懐かれてるっぽい。エマルンピこんにちは。またたび、あ、でも猫には可愛いだねって言ってるよ。マナマナが言ってんだよ。猫がちゃんとしてて偉いだね、可愛いだね、あげー、ありがとう、プルプル、うん、親しみやすい雰囲気あるんかも、ワンちゃん。猫目線でも。あ、篠原くん、ヤッホー。 YouTube の編集したいな。てかしなけりゃならない気がする。いい加減、なんか息しづらい。これあれかな、低気圧。低気圧かな。主役の君、温帯低気圧って何？なんかまた違うあれですか？君よしこの夜ルンルンルンいや、マジでクリスマスあっという間やろな、正直ね。タイ行こうかな。なんかちょっとオフができてというか、一旦ね昨日でいろいろ落ち着きまして、あっという間にキャンプインはちょっと迫りすぎやな。ハロウィンね、間違いない。そう、ちょっとね今余裕があります。うん、タイってハロウィンどうなんやろね。ハロウィンの文化ってもともとどっから来てたっけ。うん、主役は君。うん、おじいちゃんこんにちは。いや、オリもだよ、オリックスファンも。ハロウィンで何って感じやった。あー、やっぱそうなんだ。え、マナもねあんまなかったよハロウィンの文化、正直。こ、あの
今ほどではなかった、こんなコスプレしたりとか、なんか言うほどではなかったけど、うん。マギタケシヤホー、あ、アメリカなんだ。うーん、お菓子くれなきゃいたずらするぞって言ってみや、一回駅とかでチャレンジャーで、何事も諦めたらあかんで。あー、そうなんだ。え、だよね、割と最近入ってきた文化に私も感じてます。ちょっとずつ顔面ができてまいりました。4444444444444。あ、ほんま？へえ。近所でハロウィンしてた？トリックオトリートって言ってたってこと？マキタケシハート、ありがとう。場所によるのかな、そういうの聞いたら。どんぐりやほー、あ、そうなの。へえ。衣装っぽいよね、確かに。やば、充電なさそう、そっちの端末。こっちのしようかな。昨日マネージャーさんに会ってさ、まさにボートレース行ったらしいじゃんって言われて、あ、知ってくれてるんですねって言って、 SNS 見てくれてるんですねって言って、うん、トラウマメイクとか言わんとって、そうそう、で言うとって、全レース当たったらしいねって言われて、せやねんって言って、せやねん、やばくないですかって言って、そんな話しました。リアルに怖い、あれ、ほんまかいな。よいしょ。マジででも全レース当たんのって相当すごいよね。何レースしたの？うん、2レース。任せて。さあ、だいぶ画面が完成してきました。ズコー、なんでや。でもあの2レースでも当たるって普通にすごいと思うよ。我、自分で言っちゃうけど、我ながらのあれで言ってまうけど、え、思わん？だって初めてやって2レースとも当たるって。しかももう1レースもあんま、なんていうの、うん、でもすごいよね。やろ、ほぼ全問答えてる、ほんまかいな。でもだって高平やほん、あの勝ってないけど、その前のレースも当たってた。いや、まあ想像の仕方はね、それぞれ別に自由で、想像の自由ですから。まあね、あ、嘘ついてるわけじゃないですから、こっちも、うん、ほらすごいってさ、でしょ、マナもすごいと思う、我ながら。ふー、日光、日光
おーっていう感じで。うんこんな感じ。はい、できました。リップ塗ってほしいよな。え、でもほんまにむずみん、まあ、2レーサーだったらすごいと思う、我ながら。処方、何、全米商業、全米工業か。やばいよね。すごいやん。でしょ、代打がホームラン打って翌朝全打席ホームランって新聞に書かれるようなもんやって。2勝で勝率10割だからな。でもマジでそうやんね、ほんまに。すご、私都地方なってまうわ。すご、私すごじゃなくてすご私になってまうわ、あまりにもすごすぎて。小川さんだ、小川さんやろ、ちゃう、これでちゃうかったらごめんなさい。その2勝をお隣ください。まあでもほんまにさ、結構マジな話でさ、あれ違う、全打順、全打席、そういう意味か、千人ヤッホー、すごいね、全打席か、それはすごいわ、相当すごいね、大谷選手みたいな感じ。2勝あれば確かに、まあ1勝の重みを今多分すごい感じるよね、それは。その立場やったらとか言ってごめん、今のちょっと上からの言い方に聞こえたかも。ごめんな、こっち3連覇してるからさ、ごめん、ちょっと今のトゲがあった、やる言い方しちゃったな、ごめん、反省するわ。3連覇してるからさ、こっちごめんな、ちょっといつもの癖が、うん、ちょっと今年はあれやねんけど、ちょっといつもの癖が出ちゃった、ごめん。申し訳ないな、あかんとこ出ちゃったな、あかんとこ出ちゃった、反省するわ、ほんまに良くないな、ほんまに良くないやつしちゃった、ごめん、マジで反省する。マナが良くなかった今のは。上からさ、できたぞ。うん。できたけど。ああ、お疲れ様。ああ、アレンバ？アレンバね。聞いた、そのワードも。アレンバ。頑張れ、反省せなあかんな、ちょっと髪の毛巻く、セクマの時間あるしね。コテ取ってこようかな、じゃあコテ取ってきたい人、はーい、ユミコさんなの、高山さんやほん、いつもより暗い画面で配信してて、だからね、ちょっと見にくいんだけど、うん、あ、のしたかも、そう、3連覇するとこうなっちゃう、うん、あれの餌、あ、連覇して、あ、連覇するねん、おお、え、あ、連覇して、あれの、あ、連覇するすんねん、ちょっと川上さんに連絡してみよう、それについて。ちょうど昨日ね、ちーちゃんとやりとりしてたんけど、アレンパ、アレンパどうですか、
出してほしい。マナまだまだありますね。あ、じゃあ TikTok 投稿しようか。ほんならこの時間なんか伸びてんねん、この昨日の投稿が。また嬉しいよ。だからなんてことない投稿にしようか、うん、はい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 。あー、6連覇ありましたね、ロッテ戦ね。ありましたね、そんなことも。だからおいおい、どこの球場か分かる。何色がいいかな。難易度は星2個ぐらいですかね。あ、ミス。完璧やな。ヴァンパイア、はぁ、あ、そうなの。へぇ、デビューの噂です。わぁ、ルーキーさんなんだ。覚えないと。ヴァンパイア、ほぉ、全然さ、他球団のルーキー情報あんま知らへんかも。それで言うと今年スタジアム、ハート、日、野球、進め、OK、はい、投稿したぜ。 TikTok 投稿しました。メモリアルバファローズしがちやもんね。え、どなたやったっけ、ロッテの佐藤俊也選手だったっけ、もあったやんな、オリックス。へえ、そうなんだ。ドライチで、そうなんですね。今日じゃほん、変わらない思いを強く褒めた。アリサちゃん、こんにちは。トゥルトゥルルトゥ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 ル。ほんまオフシーズンになっちゃうってやばい。なんかな、普通に寂しくて、寂しい案件やな、マジで。寂しい案件であります。お、ほんと？やるー、来るー、嬉しいですね。
横浜くん、投稿するにはまあいっか。お、1個目ウェイ、CS さん申し込んだ、いいね、タッキーヤホー。とりあえず私は今からあーまあまあプレミア12はもう31ヤホー全球場分みたい。確かにね、タイフス甲子園、タイフスやりたかった。ああやってほしかった、個人的にもやってほしかったかも。それいい、いい流れやってな、確かにな。コテ取ってくるわ、みんな。オッケー、コテコテ、はい、コテコテ取ってくるからいいですか、取りに行ってきて。あれ、まだこれツイートしてないか、始まってから。ピンチピンチ。いいこと挫折を、そりゃのによくぞ来てくれた、みんなありがとう。うんうん、あまりやってなさそう。うにゅうにやっほー。いやー、そんなもんじゃないですか。もんじゃ、なんでなんで。そうね、とりあえず、はあ、暴れてねえだよ、いけるね、でも、はあ、うにうにやほん取ってこよう。あ、コテって言ったからか。あ、やばいやばい、反対反対、コテって言ったからか。ここで撮ってきます。
ただいま。築地やばい。ルンルンシューティングスター、ありがとう。何してた、うん、トロロン、ヤッホー、築地から帰ってきた。ラブリッチを食べます。えいこうと挫折を何度も繰り返そうと、うん、うわ久しぶりに食べたガブリッチュ。これはそのまさに家主が、うん、もんじゃとかけとったんや。まさにその家主が、私が猫ちゃんを見るから置いてったやつ見るからっていうので、うん、おだちんですわ。こんな強くする必要なかった？ちゃうちゃう。こっちまで聞こえてる？うん。タイムスケジュールまだ出てないかも。ガム？ハイチュウみたいな感じかな。こっちやっほー。寒すぎね。うん。宿転居してもらって、いやでも今回に関しては宿あるやん、自分のお家がな。でもまあ確かに正直あの今のマイホームよりもめちゃくちゃ快適だよ。ベッドもふかふかやし、 X ゴールどうだろう、私は好きですけどね。うん、何それオブザイヤー、ノリジーヤホン、チューハイの方がいいな、おもろい。そう、一応帰れるやん、まだ正直、まあ、家あるからさ自分のな。ありがとうゆきちゃん、またね。そうだから気使って一応こっちに、そうね、待ってますね。わかった。でもいつでもあのなんていうの、会えるというか、いつでも、うん、最終日だけ、まあ、なんか荷物はマイホーム、荷物はまだあの大きな、私が一番でっかい、この世で一番大きなキャリーケースはまだお家です。うん、まだあるよ。そうだからほんまににゃんこを見るために今、まあ、にゃんことその家主のあの衛生先のお土産をもらうために今ここにやってきた。でもでもやっぱり快適や。てかお家広いから普通に、まあね、優しい、間違いない。私優しいよねやっぱ。いや、JR のより大きいと思うね、でも。結構、マジで。マジで三軒やわ。マジ。マジ。だって、入らんと思う、正直、その、あの、コンテナーに。
いやいや、えらい、その全然快適ですから、こっちの方。しかもあの野球見てる時に電話かかってきてさ、にゃんこ見てほしいねんけどって言って、でもその時にあの若月選手のさ、結構あの SNS とかでもよく流れてくるプレーの時やったのね。だからあーとか言いながら電話の先で待って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 とか言って言いながら、あ、いいよ、 OK、 いいよ、行くわこんなテンションでした。そう、前日に言われた。なんかもともとはあのちゃんと預かってもらう先があったらしいんだけど、そうそう、その預かってもらう先の猫ちゃん、預かってもらう先にも猫ちゃんがいてて、なんかその猫ちゃんとあんまりなんか仲良くなられへんかったらしくて、だからもうそれやったらお家でなんやらかんやらしてる方がええなってなったらしくって、まあ、別にお家で一人でもええねんけど、誰かいてた方が、あれやな言うて、私がここに。でも何もしてないのにめっちゃ懐かれてるから普通に嬉しいよね。だってほんま何も、正直何もしてないねんけど、うん、餌もまだあげてないからさ、自動のあれやからな。うん、うん、また旅しゅう嫌やねんけど普通に嬉しくないのだが、また旅しゅう、うん、なんかまだ優しさを理解して今ついてくれてんのか、嬉しいな。それ野生のカモ、まあでも私も勘が強い者同士なので、また旅フェロモン嫌やな、ちょっとあんま嬉しくはないかも。うん、いいことがあった？なになに？いいこと、はい、どうぞ。いいこと発表会しようじゃ。イエーイ。はい、今日のいいことどうぞ。今日のとかちょっとあかん、限定されるから、ここ数日の話でいこうか。もうほんまにでもしょうもない、もうボートレース全部当たったことって言っちゃうわ。ちょっと待って、様子見な、待って、そういうのじゃないやろ、みんな聞いたことない話がいいやろ。オーバーにやった、あーあー、でも待って、言わん方がええかな、やめとくか、言わんとくか。めっちゃ言いたい話があんねんけど、多分今日ちょっともうちょっと先でもいい、この話すんのうん、予報に反して雨が降らなかった、草野球が勝ったこと、おお、いいね、みんないいことだね。本日連続ももなんかわいかった、ありがまも、ありがまも先生はかわいいですよ、覚えといて、ちょっと誰か年明けぐらいに言うわ、多分。待って、だから別の嬉しく、あ、でもな、普通に嬉しかったんな、この話に関しては。別の話にしよう、だから
店に入ったらこの時期なのにお正月の雰囲気を味わえる音楽が流れてきた。ああいいですね、いいエピソードじゃないそれ。ことなこと、なんで2月なの、どういう計算で2月になってるんですか。違うよ、うん、6時間配信じゃないですよ。あ、まだ優勝の可能性がゼロじゃないってこと。いいですね、いいこと言うやん、いいことやね、確かに。なんやろな、いいことか、いいこと、いいこと、先日コスモス畑に行ったんですけれども、まだコスモスが枯れてなかったこと。あ、はいはい、あったあった、はいはい、浮かんだ、はい、会いたかった人に会えたの。誰、よかったね、そういうの嬉しいよね。芸能人好きな親戚に会えた。あーいいですね、元気出るよね。いとこの話してんのはいはいはい、言っていい、はい、阿部っちと一緒に、うん、あ、やったじゃん、お箸の片方見つけるのは確かに上がるな。阿部っちと一緒にそのコスモス畑に行った道中の での出来事なんですけれども、得点稼いでるわ得点稼いでんな。道中での出来事なんですけれども、どうしますか、ちょっとお腹空きましたよねみたいな話になって、でその時が、何時やったかな、なんせそのコスモス畑は5時に閉まるのね、なんせこれはだからもう絶対的なあのバラシなんですよ。でだから、2時とかに集合しないとかな、ほんでお腹空きましたね、今からでもご飯食べに行って5時までに絶対取り終えれますかねみたいな話になって、でみたいな、どうですかねみたいななるやんか。でまあまあとはいえ絶対に1時間以内にカフェを出る、あのそのコスモス畑の近くのカフェに行っておけばすぐ行けるし、絶対にここを3時半には出る計算で行きましょうみたいな感じでやってたのね。まだ敬語とタメ口の間みたいな感じかも正直。あ、そうなんとかは 言ってまうまな。でもこれこういうのはちょっと大人の人とかにも言ってまうねんな。でな、ほんで何の話してるかと言いますと、あ、ほんでそれで、あ、わかりました、じゃあ公園の近くのコスモス畑の近くのカフェ行きましょうって言って、その探し見つけたカフェが、リズィーさんこんにちは、めっちゃいいとこやって、めっちゃ映えスポットやって、もう抹茶のカフェやってんけど、なんか海外の方が結構来てて、多分普通にインスタとかに載ってるなんか結構有名なおしゃれな日本のご飯屋さんみたいな感じやったので、そこでお茶漬けを食べて、なんていうの、そのたまたま入ったお店のはずやのに、なんかこんなにもいいところに、なんか普通に探して来たぐらいの、このカフェに行きたいと思って来たぐらいのテンション感のあるお店に入れたということが私の最近のラッキーポイントです。どうですか、エモエスター、こんばんは、はい、パチ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 、ラッキーでしょ。そう、あんまでも男の人にこういう話響かへんかな。女の子はさ、カフェ、可愛いカフェに行けたって言ったらさ、そう、いいねってなるけど、あ、でも結構響いてるわ、飛び込みで当たり引いたってこと、正解、そういうこと、そういうこと、そういう話がしたかった、正解です、嬉しいやろ。だから阿部さんと やりましたね、ちょっと
あ、インスタ投稿する。写真撮った。早くコスモス畑の写真もあげたいねんけど。高ポイントです。やったー、ポイントもらえた。全然さ、渋谷渚ちゃん、凪が、いい感じの居酒屋さんって何？雰囲気の話。凪がハリセンボンさんの YouTube 出てはって、その時に喋ってた話やねんけど、なんか凪のお母さんがめちゃくちゃなんていうの、ほっこりしてる人というか、優しいオーラに溢れてて、家族がすごい仲いいらしいねんな。で、凪のお母さんがグループ LINE に、皆さん今日一日であったほっこりしたエピソード出来事喋りましょうみたいなグループでなんか送り合ってるらしくって、で結構その家族が、もう凪お兄ちゃんおんねんけど、家族が見た？そうそう、これでさっきこの話してんねん。家族がみんな結構もうバラバラやねんって。凪もその出てってるし、誰もお家におらへんから、お母さんも寂しくて、なんか皆さん今日一日であった素敵だなと思うエピソード喋りましょうってお母さんがグループ LINE で言うらしくってさ、もうそれめっちゃ可愛いやんか。でもそれに対して誰も返事せずな、みんな既読無視らしい。いけちゃんやっほー、かわいそうやなと思って、ちょっとかわいそうやなと思ったっていう話です。私が、はい、かわいいよね、なんかそのエピソード。一瞬ラジオして、なめっちゃほっこりエピソードやね。ハッタッタ畑、ハタ反応して。でもさ、ほんま家族の LINE ってさ、やっぱちょっと見逃しがちやんな。正直わかるくない、この気持ち。ね、家族の LINE って結構見逃しがちですよね。ね、まあ、それでこの東京生活残り数日なんですけど、ほんと結構いろんな人に会えて、ご飯も行けてっていうのはちょっと自分の中でよかったかな。あれ、串どこにあるんやろ。まだちょっと前髪整えてんだけどさ、あ、そうなんだ。YouTube 見ないと思っちゃう。阪神優勝ヤッホー、くだらなすぎる報告ばっかで。それが可愛かったりするんじゃないの、お父さんのそのくだらへんなーみたいな、その報告が愛おしかったりしやへん、まあ、感じ方はそれぞれですけど。家族の LINE は父がみんなをスルーのが、そうなんや、ほんま、そうなんや。対戦の感想を、エモいね。そうなんだ、兄弟対決ってなるって。でもまあ確かにそうなるやろね。感想ってどういう、あこが良かったねとかかな。すごく素敵。ちょっとここ寝てんな。どんちゃんやっほー、いいね、マジック1。諦めないぞ、楽しそう、みんなね、いい試合してる、楽しそう。ちょっと前髪がうねっちゃってさ、来たらしい、ビビったやろ。でもお母さん嬉しいやろな、そんなさ兄弟でさ。やばい、前髪がちょっとあかんわ、濡らしてくる、水に。ごめん、一瞬水濡らしてくんで。ごめんごめんごめん、あ、このまま持ってたのか。でも勝ちは勝ちだそうです。よいしょ。
分かった、メモっとかないとな、忘れちゃいそう。ちょっと、トラネコモモこんにちは。ちょっと前髪を整え直します。ショック、よいしょ。かくざとうさん、はじめまして、岡村まなです。マナティーと呼んでください、お願いします。ちょっとドライヤーしますよ、一瞬前髪を。はい、オッケー。え、オリファンなので気になってきました。嬉しい。そうなの？マナのこと知ってくれてるんですか？じゃあ、もともとちょうどね、ちょっと前に野球の話してたよ。ジャクソンさん、コモ、コスモライトさん、オリホー、山の山さん、どんちゃん星ありがとう、こんにちは。でもね、めちゃくちゃゆるい配信してるけどいい？よいしょ、よっこいしょいち。こんにちは、マナティです。岡村マナです。マナチューと呼ばれております。こんにちは。まあ、今やっとちょうどお化粧が終わったぐらいのあれなんですけど年齢バレるのやめて。起こされた思いは止まらないから、つまずいても運命は風起きて横顔に恋をした。
私はとても切ない、あなたをとても愛しい、ドゥドゥドゥルル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 ル主題歌でございます。ちょっと編集しようかな、じゃあ YouTube。 もうあんま頑張られへんねんけども、頑張られへんねんけれども、あの来週、来年の動画のあれが変わる前にいろいろと動画をアップしておきたいという所存ではございます、うんうん、次のラジオで何か企画あるの？分からへん、何すんのやろね。何がいいと思いますか、オリックスのラジオ。頑張りすぎないくらいに頑張って、それなんか歌詞？ありがとう。ひこいち、こんにちは。こんばんは。なんか歌詞それ。でもね、ちょうど本当に、最近すごいあの、コミュ力上がったよねって言われること多くて、言われることっていうか言ってもらえることが多くて、何が変わったんやと思いますか？え、変わったなって思う？実際喋っててみんな。5位でも選ぶよベイビーおもろい、その企画おもろい。いやめっちゃ大事、あの自己肯定感も上がるしね、うんうんうん、そうやね、うん、5位でも選ぶ。2020ベストゲーム。なんかコミュ力、まださ、でもその変わったあれで言うと、 MC レターありがとう。やっぱタイかなと思ってんけど、タイってなんかコミュ力上がったのかな。こうなんかただやっぱあの物おじしなくなったというか、りゅうすけこんにちは。ラスエの時はやっぱりその自分なんていうのかな、恐縮する意味というか、自分なんかがお話ししていいんかなみたいなちょっと思うとこってまああるやん、人間さ。そう、あーラスエ時代はメンバー同士が多かったけど、今はいろんな人とあ接することが多いとか、あーあるわ、それはあるかも。缶オケ入ってコミュ力上がったんかな上がったかも関係入ってまだコミュ力上がったかも。せやねん、だからやっぱタイかな。虫食ってからじゃね、え、やだ、虫で上がるのなんかちょっと気まずまる。うん、タイでさらに鍛えられたんですかね。だったら嬉しいですけどね、素直にね。ちょっと一瞬 YouTube の編集するあれにしたいと思います。うん、ありがとう。コミュ力褒めてもらえること最近多くて、だからそうかと思いました。ちょっとこの今この私がこの持ってるこの携帯に入ってるデータを別の方に送りたいので、うん。アイドルやグループの肩書きなしで年配の方と接することも増えたのかもか。あーまあでも確かに言われてみたらそうかも。確かにそうね。なんかいろんな年代の方と接する機会は増えたかも。いやでもほんまそうよ、関西人ってだけでやっぱみんなおもろいですけどね、正直。やっぱ関西人ってだけで一個上がるところはまあまあ
正直ありますけれども、とも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 という感じです。さあこれを送ります。雨上がりに二人歩いた道、デレレデレレレタタタタタ、なんだか嬉しい、起こされた眠っていた心の中に、ささいなささいな小さな傷、いつの間にその隙間から溢れてくるのは、あなたのな優しく紡いだ指、髪すべてに気づかされる出会えたこと、話をしたこと、待ってな、あと半分で送信できる。起こされた思いは止まらないから、つまずいても運命は風を切って、横顔に恋をした、私はとても切ない、あなたをとても愛しい。なんかさ、このツイッターっていうの X の仕様変わったよね、結構。ね、結構変わった気がして、知らん間にいろいろと。変わっております。ちょっと待ってね、あと4分の1くるくるしてる。くるくるとしております、すいません。この間にちょっとオイル取ってきます。失礼。よいしょ。ちょっと待ってね、まだあと 3% ぐらい。あ、いたいたいた、よし、できた。できたはず。ただいま、スイニートット。ジュースを舐める天才子役さん、アッツ。うん、なるほどね。うん、あー、いや、それはでかいわ、確かに。ちょっと待って、一瞬このタイミングでお水飲んできていい？あれ？なんか変なとこに入ってる。あれ？普
通にこっちに移してほしいねんけど。なんで？なんか待って待って、ちょっと待って、変なとこに入っちゃった、このあれが。それめっちゃあるわ、事務所入ってない期間に。あ、めちゃくちゃあるな、それに関して。もうあれかな、これさ、普通にさ、容量がなくてこっちに保存できない系女子かな。いやー、そうだよね、そんな余裕ないよね、普通に考えて。どうしようどうしよう、だよねだよねって感じ。余裕なさそう、どうしようどうしよう。うん、大阪の土やほん。打球がスタンドに入ってしまった。え、つまりそれって、あなたたち今プレイボール中それで見てくれてんの、配信の話入ってきてる、ちゃんと。そうやったんや、ありがとうね、そんなのが見てくれて。ちょ待って、どうしよう、編集できひんが、なん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 やん。こっちに入らへんのかな、やっぱもう容量があれで。正直容量やばいもんな、だってマジで。そうね、容量ちょっとやばそう、普通に。ちょ、今のマッハで消してる。ちょっと待ってね、今マッハで頑張って消してるから。くぅ、この辺も消していけるやんな。私だってライオンズ戦の動画は上げたもんね。この辺だから消せます。この辺消そうよ、この辺。これでどう？トム、ポーさんこんばんは、配信の時点から押せる、押せるの、ありがとう。それはさすがに配信になっちゃうわ。確かに、それめっちゃあるかも。実際事務所入ってなかった期間の成長はありそう。カーニバル待ちに待った、タタタタ。トゥルルトゥ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 。違う、トム猫こんばんは、正解、ティオガラ選手でした。ボー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 じゃない、その衣装っぽい服の色着てるけど、ボー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 じゃない。トゥ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 、確かに似てんね、音程。うん、最高到達点に変えてたね。どういうこと？最高到達点でどういうこと？前中の246走るか。車の窓に嘘つきメット、東京が笑う。
やばい、編集しようと思ってやる気出してたはずやねんけど、ちょっともうあれかもしれん。爆音ヤホン、あー曲名のこと言ってんのか。確かに。ちょっとお水飲んでくるわ。さっきのお水飲むのもさっきからちょっと詐欺ってた、ずっと。どうしよっかな、編集したいねんけどこのままじゃできないよー。そうだよね、そろそろお腹空いたよね、正直。わかりますけれど。空は青く澄み渡り、海を目指して歩く。怖くても大丈夫、僕らはもう一人じゃない。大切な何かをなな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 、僕は星を探して。一人で歩いていた。よいしょ。編集するしたいのだが編集したいのだが、その気持ちはなかなか叶わずでございます。編集したいねんけど、どうしよう。編集したいねんけど、マジでやめてよ、ほんま。編集するって言ってるやん、なあ。やめてよ、ほんま。ちょっと編集するってば。だからするって言ってんのに困るわ、ほんまに。させてよねえ、言ったって。編集させてよ。 We wish you a merry Christmas, We wish you a merry Christmas, We wish you a merry Christmas and happy new year.一週はメリークリスマス編集…何？キニクルーレットってなんだっけそれ。しない、どっちなのかい。あなたが落としたのは金の斧ですかみたいなテンションで喋ってるやろ、まだに今、うん、心待ちにしてる。嬉しいな、そんな風に言ってくれて。でもこの前のもね、ちょっと伸びて嬉しかったね。We wish you a merry Christmas.
じゃあ一回だけあれしようや。普通の子マジです。一回だけあれしよう。あのワードルじゃない、一回だけあれしよう。アキネーターです。さすがやね、君たち。違うな、やっぱレベルが。20% しかない。でもこの多分アキネーターしてる間に、ちょっと待ってな、このファイルをファイルからあのこっちに移し替えといてもいい。そのしながら、どうしたらいいのこれ。選択か。この辺はちょっと、ちょっと待ってよ。多分この辺のデータはもう消したらこんなことにならへん。ちょっと待ってよ。これ何やろ。一回だけ見とくか。あれどこに保存されてんのや一体。あ、これや。選択で、これはどうやったら保存できるわけ。全部やったら多分まだ時間かかるから、あ、でもこれでいいか。完了？いや、完了したってどうなんの？これさ、どうやったらさ保存できんの？こっから、あ、一個一個やらなあかんのかな、ワンちゃん。もう編集するって言ってるやん。あ、合ってるわ。でも、何何何の話してる今。安野のイヤホン。ご飯行ってらっしゃい。一回アキネーターやって、これどうせ手でやるのあかんやつやった。あ、だからアキネーターしながら喋りながらこれやりながらでもいい。ほんなら効率よくいけるはずやから。どうしよっかな。待てどうしよっかな。どういう系でいこうかな。久しぶりにやんな、前おらんから。あー、じゃあどうしようかな。決まった。どうぞ質問タイム、どうぞ。あ、3分数えるんやったっけ。なんかそんな独自のルール生み出したよね、マナが。いいよ、でも質問し始めて。それは優勝を逃しましたか。いいえ。いいえ。どっち。それは敬語とタメ口の両方で喋りますか。いいえ。ラダナンラナナンナ。それは赤いですか。いいえ。ジャンジャルルン。人ですか。いいえ。それはあなたより強いですか。どちらとも言えません。ジュル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 。ミッドナイトパーティー、こんばんは。それは17時には閉まりますか。何を指してるそれ。いいえ。うん、何を指してる。触れるものですか。あー、まあ触れるといえ、でもそういうことじゃないです。金の斧選手ではありません。あ、皆さん、もまもなく1分です。じゃじゃららたらら
タンタラ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 ララ顔の横から寝ますか。いいえ、猫の話してんのね。ジェルジェンジェル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 ルンダンダンダンジャンダンダンダラ。今ね1分14秒です。ジェルトゥントゥルトゥントゥル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 ダン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 。今それをしてますか。いいえ、それは室内にありますか。はいっちゃはいって感じかも。一概にはいとは言えません。それは概念ですか。いいえ、それは JR のよりも大きいですか。いいえ、それはタイマーで扉が開きますか。何の話してる。扉が開きますかって何の話してる。餌やりの話してる。いいえ、じゃん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 。 JR よりも大きいですか。全然。いいえいいえいいえ。あれ、意外と誰も確信に迫ってこないですね。あ、ちなみに2分経過しております。それがないとニュースになりますか。いいえ。ジュル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 。あらあら、皆さんちょっと、なんなら今振り返ると赤くない人じゃない、タメ口で喋らない、私より強くなくて触れるっちゃ触れる、プロちゃんこんばんは。うん、どういうこと、どういうこと。物体ですか。はい、物体、物体っていう言い方すんのかな。 JR よりも大きくなくて、まあ大体室内にありますって感じかな、ざっくり。17時にも閉まりません。ちなみにこの皆さんの質問の中で一番近いのは猫の餌やりです。物ですか。いいえ、それの使い方を知ったのは最近ですか。ああ、いえ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 。はい、皆さん3分経過したので、もう答え分かった方は言ってもらって大丈夫です。3分経過しましたよ。いかがですか。うん、ひっくり返す時に使いますか。いいえ、コテだろうそれ。みんな3分経ったからもういいですよ、確信に触れてもらって。でもね、結構遠い全員、ちなみに。うん、扉が開いて言葉を始めたから、だから餌やりえって、だから餌やりえって、餌やりの話してないってば。餌やりの話してないし、意外といい時間なんですね。うんうんうん。まただだみ空間ですか。いいえ、餌よりが近いよ。でも正直一番ね、じゃん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 、だら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 。待って、言ってる間にさ、本物編集する時間ないかも。ちょ、まあ、いいよ、だから確信に触れてもろても。皆さん、じゃん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 、じる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 、だん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 。あら、え、あれ系が出てないやん、一個も。あれ系が出てないやん、一個も。はい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 。あれ系が出てないやん、みんな。ヒントが少ない。いや、だから聞かんからやって。聞かんから。あ、そんな、あれって言ってない。言ってないねんけど、まだそんな話してないねんけど、私たち3連覇してるんで、はい、全然そういう話はしてないですね。それですか。いいえ、あれ、みんな全然言ってくれへんやん。言っていいじゃん、途中までヒント。編集はね、したいという気持ちはある。はい、これがもう答えですわ。ヒントっちゃうとズバリヒントっちゃうと、ご飯系で。おま、さあみんな誰も出てないですよ、ここまで。じゃんじゃらじゃららじゃ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 んじゃ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 るじゃ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 ん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 、やばいやばい。あ、そうなんや。はい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 。ちょ
チュ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 俺はご飯をケチャップで炒めて卵で包みますか？え？俺じゃないの？俺の話を聞いてるんじゃないの？それ？いいえ。ミラちゃんこんばんは。あれ全然みんなさ、てかもう当てる気ないやろもはや。もはや当てる気ないやろあなたたち。あなたたちも大喜利に走ってる大喜利に走ってますか？当てる気ありますか？月見バーガーですか？いいえ、月見バーガーではありません。今年食べました。多分皆さん大体の人が今年食べてると思います。うんうん。チュル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 、あれちょっと。バーガーじゃありません。あれも全然誰も答えてくれへんから言っていいです。みんなタコライスじゃありません。フラット寄ったカフェでも、あー普通に食べれそうやったかも。それで言うと、それで言うとね、それで言っちゃうと食べれそうやったかも。それを食べた時の表情をお願いします。あ、これヒントやね。てか今のこれヒントやな。そもそもやば、あーずる、自分なんなん。もんじゃじゃありません。吸ってません。うん、そうめんちゃう。なんでさ、もうちゃうやん絶対。そうめんチャンプルじゃないやん。違います、違います、パッタイ違います。いいえ、いいえです。みんな当てる気あるんかな。みんな大丈夫、当てる気ありますか？うん。違います。トッポプリッツポッキーではございません。もうみんなあんま当てる気が、見えないので編集します。もうちょっとあんまりあれですよ、校長先生のあれですよ、皆さんが静かになるまで何やら分かかりましたのあれですよ。これはまさにこればかりはあれです。ほんまにもうみんな全然集中してくれへん。今とりあえず今からこの保存して保存してっていうのをやってきます。もう保存して保存してっていうのをやっていきます。ティラミスじゃないです。今弥生ちゃんのマネージャーさんに撮っていただいてるんですけど、昭和スタイルでいきましょうとアドバイスをいただき、そのまま真似させていただきました。はい、ということで始まったんですけど、今日は9月の26日オリックス対、ロッテ戦最終戦でございます。関東での最終試合ということで、京セラではこの前ちょうどね、最後の引退セレモニーとかもあって、マカロンではありません、ティラミスでもありません、パンナコッタでもありません、デザートではありません。あーもうこれ結構大ヒントですよ。もうここまで言っちゃう私って感じ。なんならそこまで言っちゃう岡村さんって今自分に対して思ってるもん。やうちゃんとこ撮ってる、これも保存。はい、集中してくださいよみんな。タンタンティヤホ、カレーじゃありません。オリフォー、オリさんこんにちは。ステーキでもありません。そうそう、そんな感じででも言ってて、いい線いってるから、そんな感じで言ってて、どうですかみんな、分かってくれへんな。でもそういう意味で言うと、まだあんま食べてるイメージないかも。違います、縁側ノット、すき焼き丼ノット、違うな。
ヒントだから。ヒントやったやん、こうやって。こうやってやったやん。ヒントです。コッペパン違います。全然違います、あなたたち。もうあんま当てる気が見えません、そもそも。カルボナーラ、ああ、近いとこまで来たよ。違います。味噌汁違います。カトちゃんペ、違います。違うんですけど、近いとこまで来てます。カレーうどん、違います。いいよ、いい線いってるよ。カトちゃんペは違いますけれども、いい線はいってます。私はちょっともうなんなら編集始めそうな雰囲気始まってます。チュチュチュンチュチュチュンチュ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 ン、うん、タンタン麺違います。しかも汁なし、ジェノベーゼ違います。あ、はい、正解、ピンポンピンポンピンポン、正解はお蕎麦でした。おめでとうございました。はい、ありがとうございました。はい、正解はお蕎麦でした。ということで、まあまさかのね、なんかちょっと変な感じになってしまったんですけれども、はい、正解はお蕎麦でした。おめでとうございます。イエーイ。わかるかい、わかるやろ別に。全然わかりやすいラインの問題やろ。なんなら惜しくもないしな、全然難しいな。みんな全然何をもって惜しいって言ってるのかちょっとむずいですね。うん、焼きそばかすっとった。あ、焼きそばは確かにかすってたかも。言われてみたら全然わかちゃう、分かろうとしてなかったやん、そもそも。それで言うとあんまりなんか分かろうとしてる意欲がちょっと見えないように感じてしまいましたね。よし、 OK、 保存できた。やっと保存できました。あ、待って、この辺も、これ何の、なんかめちゃくちゃ変な写真と動画が多くて、全部この辺ちょっと一旦削除しとこう。もう量が、オッケー。エイコート挫折を何度も繰り返そうと。オッケー。さあ、じゃあランキング読むか。心は10、え、なになになに、マナティのボートとかけてお蕎麦と届く、その心は10割がいいね。なんでお蕎麦が10割なん。さあ、じゃあランキング見ますよ皆さん。くー、伸びる伸びる、ありがとうございます。1本、あ、十割そばね。あー、うまいね。川柳、私も川柳やってみようかな。なんかさ、そういうのがパッとできたらほんますごいよね。うん、おかえり、呼び取りさん、やっほー。ちょっと待って、このこっちにデータを移すのやりながらランキング読ませてもらいたいと思います。すすんすすん、よし、ありがとうな。ちょっと待ってよ、これを。ええー、コード挫折。やばい、充電ないって言われてる、どうしよう。13位、プル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 、ありがとう。12位、ルンルン、ありがとう。ルルン、ありがとう。11位、ユーナ、ありがとう。女、ありがとう。10位、ケンザブローさん、ありがとう。おにぎり、ありがとう。9位コードね、おやすみなさい、ありがとう。8位エイジさん、ハヒフヘホー、ありがとう。7位松村さん、あり、松村、ありがとう。6位エモティアー、まだまだまださん、ありがとう。5位 MJ さん、ファン、ありがとう。
ゆいはたかひろつきひろふたごちゃん、ありがとう。3位はとも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 、ありがとう。2位はドロドロドーンちゃん、ありがとう。そして流行る第一章先輩はずんだら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 パン、みやみやみややねん、ありがとう。やねんでした、ありがとうございました、ありがとう、ありがとう。そして本日のハッピーラッキーウッキーパーソナリティショッキングピンク人間さんは、うん、パンしょうさん、おーおー、あのしょうさん、ありがとう、しょうかかな、ありがとうございました。イエーイ。だいぶダラダラとした配信だったのにもかかわらずみんな最後まで見てくれてありがとうございました。10月の19日20日タイ日体カルチャーフェア in 2024京都であります。私は MC とそしてライブもさせていただきますので、ぜひ遊びに来ていただけたら嬉しいです。詳しくは SNS をチェックしてください。ほんならみんな今日も一日お疲れ様でした。そう、夜がまだあるけれども、はい、編集しますわ、どうにかして。明日動画アップするのを目標でござる。にんにん。それでは皆様ありがとうございました。良い一日を。じゃあねー、バイバーイ。あ、アイライン引いてないんか、なんかないと思った。はい、アイラインがないんや。またねみんな、バイバーイ。ありがとう、本当にこのなんちゅうない配信すらもみんな一緒に楽しんでくれて本当に感謝の気持ちでいっぱいだぜ。ありがとね、バイバーイ、おやすみなさい。まだ寝ないけど私も。またね、お互い楽しく過ごしましょうな、バイバーイ。まず、え、そば食べんの、ほんまに、ほんまにおそば食べるの。いや、ありやねんな。まださ、天ぷらが食べたいねんな、正直。そう、天ぷら、天ぷら食べたいです。ほんならね、バイバーイ。ほんならまたね。